ラウノ・アウグスト・アルトーネンは、フィンランド人の元ラリードライバー。姓は、アールトネン表記もあり。1961年、1965年に、地元フィンランドラリー選手権と、ヨーロッパラリー選手権でタイトルを獲得し、1966年のバサースト5戦で優勝。ランチや、フォード、日産チームで走っている。1962年のラリーモンテカルロで BMC ワークスのミニクーパーを借り、チュリニ峠でクラッシュするまで総合2位につける活躍を見せる。1963年は3位入賞。後にイギリスフォードで名監督ぶりを発揮することとなるスチュワート・ターナー、チームメイトティモ・マキネンと共にブリティッシュモーター、コーポレーションのモンテ黄金期を築き、1964年、1965年、1967年に優勝。アルトーネン自身はクーパー S で1967年に優勝し、1965年と1966年は2位に入っているが、1966年は主催者のモナコ自動車クラブがヘッドライトの規定違反としてミニ税を失格としている。1973年の世界ラリー選手権、創成期には、キャリア的にピークは過ぎており、優勝こそないものの、日産、フィアット、オペルと渡り歩き、1987年まで、ラリーモンテカルロ、ラックラリー、サファリラリー、アクロポリスラリーとスポット的に起用されることが多かった。ありがとうございます。